はい、サッカーキングをご覧の皆さん、こんにちは。今回はですね、ちょっと趣向を変えまして、ラリーガを脅かす存在なのかということで、ピケのキングスリーグ特集をお届けいたします。コメンタリストは小澤一郎さんです。今日もよろしくお願いいたします。お願いします。バルセロナの7人制サッカーリーグっていうところから始めればいいですかね。そうですね、まあ、スペイン全体で今やってかなり盛り上がってますんで、もうラリーガ驚かすっていうか、ラリーガ超えてますよ、一部では。超えちゃうんだ。はい、もう若者向けでは全然ラリーガよりもキングスリーグになっちゃってるので、わお、もうラリーガ負けてますよっていうところですね。これってこれからいろいろ伺っていくんですけど、こう独自のこうルールといいましょうか、テレビゲーム、サッカーの昔あったの、なんですかね、こう自由な発想で出てくるゲーム的な面白さがありますよね。いや、おっしゃる通りで、もう本当に主催者側、ピケがいろんなところからアイデアを持ってきて、まあうまく活用している。はい、今までも、まあサッカー界が、やっぱりゲームからね、こうファンを増やしてっていうことで融合したりとか、うん、最近で言うと e ゲームが盛り上がってますけども、はい、もうその本当に全部いいところを持っていってるハイリブリッド版だと思ってるので、まあゲーム的な、それこそゲーム実況者がチームを持ってオーナーで、そのね、ファンがごっそりとキングスリーグにハマっちゃってますから、まあまたサッカーとは違いますけど、いい意味で融合してるなという印象ですね。最近のそのサッカー系のテレビゲームをどうしてもこう数値を入れて本格派的なものが多くて、昔あった遊び的なものっていうのがなくなっちゃってきたと思うんですけど、そこにこう原点回帰してるっていう点ではですね、小澤さんはご存知かわかんないですが、5月12日にですね、ゲーム好きの間ではもうこの話題は欠かせないというですね、ゼルダの伝説の続編のティアーズ・オブ・ザ・キングダムって出るんですよ。で、僕もこれに完全に心奪われてるあるんですけども、こう知らない小澤さんにこういうのは申し訳ないですけど、はい、前作のブレスオブザワールドよりもかなり多様性に富んでるというか、自分で武器作ったりとか、こう物語自体も面白いんだけど、どうやってゲーム進めていくかって楽しさみたいなところが、このちょっと今回のキングスリーグにもこう通じるようなものがあって、なんかこのキングスリーグもワクワクするんですよね。うん、そうですよね。だから競技として見た時にはサッカーと比較しちゃうと、もちろん競技レベルはみたいな話が出ると思うんですけど、はい、そうじゃないエンターテインメント性の高さがあるので、 そこがまた別物、別競技として見たら非常に面白いんじゃないかなと思います。本当そうですね。で、これオンラインとオフラインをうまく融合しているという点でも、最近のそのテレビ系のゲームともこう似通うところがあるし、こうピケはそのテニスの時もアイデアマンだったけども、彼はいろいろ持ってるし、実業家としてはもうすでにすごいんじゃないのっていう感じしますけどね。いや、もう選手引退してすぐにこんなことができるっていう意味では、まあスポンサーももうワンサカ来てるみたいなんで、キングスリーグどころかね、うん、もうすぐ5月に女子リーグのクイーンズリーグ始まりますけど、そのスポンサーもものすごく来てるらしいんで、優秀ですよね。だからもう、バルサどころかラリーガの会長になってほしいです。あ、本当そう。本当にそう。本当にその通り。本当そうですよ。もうバルサ超えて、ラリーガでいいですよね。ラリーガでなってほしいですね。本当そう、話題作りであったりとか、お金集めたりとか、上手なんで、とにかく、これ、オンラインとオフラインで始まったゲームで、こう、素人が混じってくる老舗のサッカーで、カンプノーに9万人ぐらい集まるって、小沢さん、これ誰が想像したって感じですよね。いや、だからこれ、びっくり仰天ですよね。だから今までメディアもキングスリーグ、まあ、ラリーガのテバス会長が一番ね、そういう表現しちゃってましたけど、まあ、サーカスだろうと、まあ、見せ物だから別に競技として面白くないじゃないかみたいなニュアンスでポーンと言い放ちましたけど、さすがにファイナル4にカンプノーにまあ9万2000人以上集められると、いや本物だねと言わざるを認めざるを得ないんじゃないですか。いや、本当そうですよね。簡単にですね、こう歴史も追いながらルールをちょっと皆さんにこの機会にご紹介していこうと思うんですけども、まず2022年の11月に発表された7人制サッカーの大会で、小澤さん、これ、冬季と夏季のまず2シーズン制、アペルトゥーラとクラウスーラで行われる大会なんですね。はい、そういう形で、なので冬季の大会が1月から、
始まって、まあ、12チームで、まあ、1回の対戦になるので11試合あった上で最終的に8チームがプレーオフ、まあ、そこからのファイナル4が3月末に行われて初代チャンピオンが決まったということですね。そうですね、はい。まあ、バルセロナのこう港にありますアリーナで主に開催されていたんですけども、最後3月はカンプノーでファイナル4イベント、ここにものすごい数の人数と、それからオンラインでも、50万人ぐらいでしたっけ、すごい数集まってるんですよね。そうですね、だからトータルでまあファイナル4だけで6、7時間生配信、ライブ配信やってましたけども、はい、まあ、延べ200万人ぐらいが、まあ、全世界からアクセスしてるので、まあ、相当見てるし盛り上がりましたよね。200万人なんです、うん。まあ、アグエロがいたり、カシージャスがいたり、あと人気配信者のイバイ・ラノスが参加していて、ピケがチェアマンを務めているというところが、大枠になるところです。で、小沢さんの紹介にもありましたが、12チームによるリーグ戦、上位8チームが、プレイオフで優勝を争うということで、初代王者がもう決まってるんですね。はい、そのエルバリオというチームですけれども、その会長のアドリっていう会長は元そのジャーナリストですから、はい、まあ、オールドメディアからもう TikToker に移って、 TikToker でもう200万人ぐらいの、まあ、インフルエンサーだったんですけど、うん、もう配信者としてチームを作って、まだ20代ですよ、まあ、30手前で、はい、あ、そう、まあ、そういう TikToker がオーナーになって初代チャンピオンになったっていうことでは、やっぱり話題性ありますよね。確かにそうですね。これ日曜日がマッチデーと思っていいんですか。一応そういう形でやってますね。はい、はい。ドラフトで決定した10名プラススカウトで、元プロ、それから現在のプロ、これが11番目12番目の選手としてプレーすることができます。どんな選手が参戦しているかと、アグエロ、カプテビーラ、チチャリーとロナウジーニョ、ネイマールらも、まあ、参加しているということで、これだけで、まあ、これを集められる人望がやっぱピケにあるっていうところがまず礎としてはあるかなって気がしますね。そうですね。ただやっぱりこうやって元プロ、まあ例えばクンとか、まあクンはオーナーもやってるんでそんなにプレーはしてないですけど、カプテリビラとかチシャリートなんて、まあもう引退、カプテリビラなんか引退してますし、そうですね、で、まあキーパーのね、リカルドなんか元マンチェスターユナイテッドもプレーしましたけど、まあそういう人たちが来てますけど、やっぱりもう競技者としてはもうおじさんなのでお腹も出てるし動けないんで、はい、まあレベルは言ったら高くないですよ。だから言ったら初めてこのキングスリーグのために選手になった、公募で入ってきたような選手、言ったらセミプロとかアマチュアでやってたような若者たちがこのキングスリーグで輝いてしまってるのがまた面白いなってとこですね。本当そうですね。まあでもこのくらいできる人いるんだっていうところもすごいなと思いますけどね。昔ね、こう今もあるんでしょうけど、 ATP チャンピオンズツアーっていうのがテニスの中であって、でこの中でジョン・マッケンローがやっていたりとか、ジミー・コナーズがやっていたりとかっていうところをツアーで回ったのが人気集めたことがあったんだけど、これに近いものを感じるっていうのが一つと、それからクン・アグエロがとてもこう僕らにとっては残念な形で引退をしてしまったので、元気な姿をこんなに早くサッカーの現場で見られるっていうのは、うん、僕は嬉しいなと思って見てました。そうですね。だから、残念な形で本当にね、こう惜しまれる形で辞めてしまったので、はい、またプレーする姿を見れて本当にみんな良かったなとは思ってますよね。本当そうですよね。で、このルールなんですけど、ここからがですね、こう、なんていうか、ゼルダ的な面白さっていうのはちょっと言い過ぎかもしれないんですけど、まずピッチのサイズが、こう、ブラジルでいう、ソサイチサイズということで、25×45 から 35×55 という形で、ピッチのこう中央のところにもう一つ別なこうコートを作るっていう形になっているんで、まあこれ見やすいですよね。そうですね、ちょうど見やすいですし、まあ7人制サッカーでいうとスペインはずっと、まあ、子供の頃から育成年代やってるので、うん、11人制に移行するまでは7人制なので、まあ、馴染みのある、そしてもう社会人大人の草サッカーは11人制きついんで大体7人制なので、やっぱりスペインの中ではだいぶ浸透してる、スポーツですね。そうですね。で、ここからが、まあ、いわゆるその普通のサッカーにはチートな部分になるわけなんですけども、ゴールデンカードというのが、これ小沢さん、これすごいカードですよね。やっぱりですね、まあサッカー今90分で45分45分でやってますけど、やっぱり刺激が少ないじゃないですか。はい、確かに。だからまあ、7人制でキングスリーグ20分ハーフなんで、20分20分で短いように感じますけど、はい、やっぱりレベルがそんなに高くないんで、はい、真剣にやられてもなかなか20分見られないっていうのもあるので、やっぱりこういう刺激を入れていくのはいいんじゃないですか。
いや、面白いですよね。まあ、どんなのがあるかっていうと、即座に PK を獲得できますよっていう権利とか、相手のカードを奪えますよとか、1分間の得点だけが2倍になりますよとか、相手選手を2分間退場させられますよとか、あとはこう、ジョーカーっていうのがあったりして、コーチが試合開始前に1枚引いて、好きなタイミングでそのカードを使っていいよっていう、この辺がですね、普通ありえないとこですね。ありえないですよ。これファイナル4の決勝でもそうだったんですけど、ゴールデンガード、この時はオーナーが PK 蹴るっていうカードがいきなりバリオが引いて、でアードリーがいきなり出てきて、オーナーが PK 決めちゃう先制点みたいな大盛り上がりですから本当そうです。普通に考えたらこんな純粋なスポーツじゃないっていう意見もね、もちろんあると思いますけど、でもやっぱり楽しむっていう意味では非常にエンタメ性高いんで面白いですよ。これやっぱりアメリカのね、こうプロレス的なね、あるいはダブダブみたいな形の面白かったのがあって、今のもだからプレジデントがペナルティを蹴りますよっていうのが、でっかい電光掲示板で全員に知らされるんですよね。そうそうです、そうです。盛り上がりますよね。盛り上がりますよ。いきなりね、貴賓席に座ってたオーナーがピッチに出てきて PK 蹴っちゃうわけなので、で蹴って決めたらすごいパフォーマンスしちゃうみたいなところは、まあこれサッカーで考えたらありえないですよね。いきなりフロレンティーノ・ペレスやね、こうラポルタが出てきて PK 決めるわけがないので、本当ですよね。まあそういうことがまあこのキングスリーグでは起こり得るし、まああとゴールデンカード以外でもサイコロを振って、うん、まあ18分までやって残り2分間はサイコロ1から6の目までありますんで、その出た目の人数で普通7対7でやってるのに、いきなり2が出たら2対2になっちゃう。そうすると当然ながらボール持ってる方が圧倒的に有利ですから、簡単に決定機がね、生まれ、得点が生まれるので、やっぱりそういう意味でも本当にね、こう、必ず得点を決めるようなルール作り、まあそこは本当アイディア豊富だなと思っています。確かにそうですよね。2対2になるとどうしても0対0で続いていて、均衡したゲームが途端に3対4とか4対5とかすごい数字になっていくのも面白いですし、それから最近ね、サッカーキングの小沢さんからいろいろ指摘されてますけども、パルコを抜くなみたいな、こう、面白くない話っていうのに対して、完全にプレジデントはここですよ、今女の人と一緒ですよみたいな形をカメラがしっかり抜いていて、そこも含めてエンタメにしちゃってますよね。パルコ抜くどころか、オーナーみんなストリーマー配信者なので、自分のツイッチとかの、はい、YouTube のでライブ配信してるんですよ。そうそう、機材ずらっと。キングスリーグの YouTube じゃなくても、オーナーの、ね、ストリーミングライブ配信も見たら、それはそれで面白いので、やっぱそこでもう思いっきり喜怒哀楽を表現しながら、ね、こう、ゲーム実況やってた人がそのまま自分のチームの実況でやるんで、うまいわけですよ。そうですよね。もうそれはものすごく、やっぱり若者を引きつけると思いますし、やっぱり一番のサッカー界に対するカウンターカルチャーになり得てるのは、若者をこれだけ引きつけてるのは、もう全部無料で見れることですよ。そうですよね。はい。全部無料で見れて、ほぼ毎日のようにライブ配信があって、で試合も日曜日のこの時間っていうルーティーンになってるので、今って YouTube もそうですけど、アルゴリズムでこうやっぱり自分の興味のあるものがどんどんこう向こうから入ってくる時代じゃないですか。だから話題とか自分が視聴習慣が途切れると、やっぱり一気にそれが視聴されなくなってしまうので、言ったらサッカーなんて週1回しかこうね試合がない、まあ今だとヨーロッパで週2ありますけど、試合がない時の興味をどう人にアテンション引いてもらえますかっていうところの仕掛け、うん、ものすごくうまいですし、本当にダイアリー日々話題作りをしてますからね。まあその辺はサッカー界が学ぶべきなんじゃないかなと思います。思います。毎日の話題を提供するってことがいかに難しいかっていうところで、で各国のタブロイド新聞っていうのは、そのゴシップっていう欄を作ったりとか、いろんな形で話題をつないでいこうとしている。だからプロ野球のように1週間にたくさんの試合がある競技ではないので、そこの部分の弱点っていうのはフットボールとか、あるいはもっと厳しいラグビーフットボールっていうことはこう学んでいかなければいけないし、そのきっかけにはなるかなっていう感じをちょっとしてますね。ルールもうちょっとあるんで説明します。交代は無制限です。イエローカードは2分間、レッドカードは5分間の一時的な退場。これは他の競技からも使ってるな。面白いところはいいとこ取りになってピケのアイデアだと思います。で、VR は、これは、実際のサッカーの現場でも、討論はされていると思いますが、リクエストで要求することができる。で、リクエスト回数は1回のみ。
まあ、ここから先こうどういう形になっていくか、チャレンジの形になっていくのかみたいなところもちょっと、実際こう、まあ、FIFA も参考にするんじゃないかなぐらいの感じで今進んでますけど、うん、でこれまず一番初めに見るときに小澤さん面白いのはカウントダウンから始まってキックオフのところがゴールラインから一斉にみんながかけていってセンターサークルにあるボールを蹴ってスタートするっていうこの辺のですね、やっぱこう遊び心満載ですね。まあ、サッカーとは少しルール変えてやろうっていうのは、ね、かなりそういう主催者側の意図は透けて見えますけど、はい、ああいうキックオフの仕方も含めて、うん、まあ、盛り上がりますよね。しっかりとカウントダウンがあって。で、ね、でもちろん、ね、カンプノーでは、ね、9万人以上の人入りましたけども、人を入れてもしっかりと、まあ、ライブ配信なんかで YouTube や Twitch で見る人用にちゃんとそういうデザインも組み込まれていたので、まあ、本当にオンラインでもオフラインでも楽しめるようなルールにしたりとか、見栄えにはしてますよね。はい、でこれ一般参加ができるってこうドラフト制度っていうのもさ面白いところですよね。そうですね、まあ、もちろん今はもうチームが編成されているので、まあ、その中でなかなか入り込めないとは思いますけども、公募で一般参加できますし、これ優勝したエルバリオのゴールキーパーのファンなんかはレアルマドリーがコパデルレイでやった時の、まあ、セミプロの相手のキーパーだったんですけど、まあ、そのセミプロ自体から考えるとマドリーに勝った時以上に今有名になっちゃってるんでやっぱりそういうね、こう逆にアマチュアでくすぶってる選手にとっては夢のあるリーグにはなってきてますよね。確かにそうですね、うん、引き分けはなしでピッチ中央からドリブルで運んで5秒以内にシュートを放つルールの PK 戦で最後は決着をつけるということになってます。僕今回のねこのキングスリーグの、まあ、ルールをいろいろ見ていて思い出したのは、J リーグの少し後でアメリカが再編成を行ったメジャーリーグサッカーの中っていうのは数々のルールがあって、日本もゴールデンゴール方式みたいなことを作っていた時代がありましたし、うん、アメリカはキックオフのところはキックインでこうスタートしていったりとか、まあ独自のペナルティシュートアウトのルールがあったりとか、やっぱこう初めの立ち上がりっていうのは小澤さん工夫必要ですよね、こういうね。だと思います。だからまあそこがサッカー界だとね、もう全世界で浸透しきってる、はい、ね、こう競技スポーツなので、一つのルール変えることで、ルールの解釈を変えることすら相当時間かかるし難しいんですけど、やっぱりキングスリーグはもうピケが会長で、ピケが OK すればもうすぐに浸透しちゃうので、そう、まあそういう意味では非常にね、こう多様性があって、こう時代に即してますよね。こう特に本当に緻密だなと思うのは、キングスリーグは毎週のその視聴者の視聴動向、数字だけじゃなくて視聴動向、この時間にやっぱり一番視聴者数上がったね、跳ねたねみたいなところを、まあそれこそネットフリックスじゃないですけど、視聴の動向を見ながらルール変えてるんで、当然ながら面白くなりますよ、ね、人を引きつけるようになりますよっていうところは、まあ、本当にサッカー界もう学べないと思いますけど、サッカー界硬直化してるんで、でもまあキングスリーグはそういうことをうまくやってるなっていうふうに感じてます。これいろんな遊び心をねこう許容してくれるのであれば、何を組み込んでいくかっていうところって相当僕できると思うんですよね。手持ちで持ってくるその、テレビゲームっていうかアプリケーションみたいな形もできるし、音楽をどういうふうに組み入れていくかみたいなところと、あとはもう一つ、また、違った空想の世界みたいなものの中で、展開させていくような方法っていうのもあると思うし、これは新しいゲームの中での汎用性というと、人がやる部分と人じゃない部分をやる部分っていうので、こういいとこ取りできそうな、そういうアプローチなんで、僕たちちょっと勉強したいですよね。勉強した方がいいと思います。ピッチ公言してますけど、これ全世界に普及させると。で、世界的なチャンピオンズリーグも作りたいと。今のところ英語圏とスペイン語圏で、まあ、二つ大きなリーグを作りたいって言ってますから、まあ、日本は日本語圏なんで取り残されそうだなと思ってますけど、まあ、やっぱり世界的に僕は普及していくと思いますし、まあ、ちょうどこのファイナル4が終わったタイミングでネイマールがブラジルでチーム作ろうみたいなことが発表されてますから、まあ、ブラジルのね、国内でのキングスリーグもできると思うので、まあ、これだけ盛り上がっちゃうとスペインで、当然ながら世界にどんどん早くスピーディーに普及していくと思いますし、うん、まあ、そういう意味ではちょっともう軽視できないぐらいの存在になってると思いますし、やっぱサッカー界何より
このキングスリーグの面白さって全てがリアルタイムでオープンなんで、まあもちろんちょっとやらせ的な、うん、まあある意味でね、こう演出的な部分って多いんですけど、例えば VAR になった時に、はい、VAR の更新が全部そこもライブ配信しちゃってるんで、うん、VAR ルームと審判がこんやり取りしてる中で、この映像しかないの？もう、そしたらもうこれはこのジャッジするしかないね、みたいなことを審判言ってるっていうのは、まあ普通のサッカー界だったらそんなの出せないじゃないですか。でもこう、キングスリーグだったらそういうやりとり全部出し、審判のここにこうマイクだけじゃなくてカメラをこう設置していて、選手に詰められた時に、審判がどんなこと言ってるのかっていうのも全部リアルタイムに配信しているっていうところは、やっぱりサッカー界って今どんどんファンサポーターから、その、ファンサポーターとの距離を離そうとしてきてますよね、ここ近年でいうと、ね、練習を非公開にし、うんうん、選手監督のインタビューはしません、で定例の会見も試合の時しか監督しません、フラッシュインタビューですら答えない選手が出てきてるっていうことでいうと、うん、キングスリーグはもう全部サッカー界の悪い習慣をもう逆に自分たちから近寄っていきます、ファンサポーターにって言って、うん、ファイナル4の時に驚いたのは、言ったら、これ、ジェラル・ロメロっていうオーナーの一人は、これ、今、現時点でバルセロナの番記者ジャーナリストしてる人なんですけど。そうなんですか。なるほど。はい、なので、いろんな、こう、スクープなんかを出してる人なんですけど、まあ、そういうロメロなんかが、自分もオーナーなんですけど、バス降りした瞬間に、一緒にバスから降りてきて、その場で、ね、選手とか、ファイナル4に出てくる、選手や関係者、監督に、その場でフラッシュインタビューしちゃうみたいなところも、やっぱりかなりそういうところは考えられてますから、ピケ自身ね、そういうところもやっぱりサッカー界は今、まあ自分ももうちょっとね、ファンサポーター近づくためにインタビューしないよって思いますけど、しとけばよかったのにって思いますけど、でもピケはやっぱりそういうサッカー界で言うと、クラブがなかなか選手たちの自由な、そういうファン対応やね、メディア対応を制限してきたので、まあ逆に今はそういうことを積極的にやろうとしてますって説明してましたけど、やっぱその辺が、非常に。だからこそやっぱり毎日キングスリーグの情報で溢れ返れるわけです。ああ、そうなんだ。うん、だから、キングスリーグ以外でのそれこそ切り抜き動画や TikTok やいろんなところへのね、こう、拡散なんかも非常に、まあ、考えたいわけじゃなくても自然発生的に拡散してるんで、これはそのサッカー界、特に J リーグなんか考えるべきなんじゃないかなと、練習を公開してんのになんか写真出しちゃダメとか、そんなこと言ってる場合じゃないでしょっていう、ある通りね、だと思うので、ね、怪我人情報も出さないとか、まあそんなことを言ってる、なんか、そんなに勝負に関係ありますかっていう感じのところをキングスリーグが全てフルオープンでやってくれてるんで、いや非常にこれはサッカー界にとってもね、いい意味で学ぶべき材料じゃないかなと思います。これいろんなことを多分壊してしまうリーグだと思うんですよね。こういうふうに偉い人たち、お金を持ってる人たち、それからですね、こう、いろんな地位のある人たちが築き上げてきて、守りたいっていう既得権に対して壊していく方が面白いんじゃないっていうふうに、こう、いい意味で、そのかしてくれているっていうところがあると思うんですよね。コロナ禍で、こう、離れていってしまったものが、スタジアムがいたから戻ってくる。だけど、でも何か今までのサッカーの楽しみ方と、どこか違ってしまったなっていうところを、こう、ブレイクスルーしていくっていう点では、このアイデアはすごく面白くて、このアイデアが初めにあるのであったら、これをそのままもらっちゃって、自国のリーグの中でやっていくことによって、自分たちの、その不自由さに改めて気づくんじゃないかっていう点では、これ日本でやってほしいなって僕はすごく思いますけどね。そうですね。だから日本でもね、こう、まあそういうちょっと似たようなリーグなんかはね、もちろんありますし、はい、ね、インフルエンサー中心のチームなんかもありますから、うん、まあそこで盛り上がってほしいなと思いますけども、まあこれはこれで本当にありだと思うので、で、改めてやっぱり今後のサッカー界の発展考えると、もうグローバルにこうラリーガの放映権がどんどん値上がりしていって世界中に拡散していくのは僕はもうないかなと思ってるの で、 そうですよ、ね、完全に頭打ちしたかなと。っていうのも同じ時期に、例えば今週コパデルレイの準決勝の、まあ、アトレティッククラブとオサスナの試合見て、地元はものすごく盛り上がってるんだけど、地元以外でじゃあ世界のファンがあのコパの準決勝ものすごく興味持って、そのね、日本とかそのスペイン以外の国の人たちが視聴するかっていうと多分視聴しないんで、
それよりもキングスリーグの方が面白いですよ。だから言ったら、テレビとか配信で見る競技をもうちょっとサッカー界は考えないといけないんじゃないかなと思うので、うん、言ったらやっぱり日本でもね、こう、やっぱり CL とかプレミアだったらもちろんいろんな多くの人数がアクセスすると思うんですけど、どうしてもリアルで見に行けないサッカーってなかなかもうグローバルなマーケットでみんながお金かけて取り合って独占で権利買い合うのは難しくなってると思うので、うん、そういう中で言うとやっぱキングスリーグみたいな新たな競技が今後注目を浴びそうだなと思ってます。そうですね、汎用性多様性だから、さっきもちょっとこうメタバース的な部分での別の遊び方みたいなのも含めてですね、不自由さって何なんだろう、じゃあなんでそれってダメなの、ダメなものはダメじゃなくてなんでダメなのかっていうところをこっちできるじゃないっていう形で考えていくっていう点では、僕はなんか知的好奇心っていう点で興味がすごくあるんですよね。なんか失ったものをこれがもう一回返してくれるような気がするんで、ちょっとキングスリーグ的な遊び方、もう地上波でやらないから数字が伸びないとか、地上波でオンエアずっとしてくれないかなっていう時代では、もう僕はここで完全にこれで違うってとどめ刺されたっていうふうに思っていて、うん、こっちキングスリーグでいいじゃない、こういう形でやってきて、うん、でそうするとその例えば J の話で言うと、クラブチームの OB たちとかすぐ辞めた数の人間たちみたいなものがここでまた参加していったり何かで出ていったりして顔を見せることによって、あ、この選手はね、お父さんが若い頃好きだった選手なんだみたいな話の親子の会話みたいなものが成り立ってきたりとかっていう点で、ちょっとね、そういう露出みたいなところでこう緩やかにみんなが参加できるものっていう点で、僕はキングスリーグすごく期待しちゃうんですけどね。PK 言ってましたけど、やっぱり若者に Z 世代に刺さるようなこう競技特性を持たせるようにはしてるんですけど、一方でやっぱり元選手、こうカシージャスとか、まあそれこそアグエロみたいなね、往年の名プレイヤーたちに来てもらってるのは、やっぱり逆にこう高齢層にも狙ってると。だから10代から70代までみんなに見てもらうためのリーグにしてますって公言してるんで、そういう使い方非常にうまいですよ。だからこれからも当然若者だけの、ね、インフルエンサー、TikToker だけじゃないようなこう選手がどんどんこう入ってくると思うので、言ったらね、こうレジェンドマッチなんかでね、出て懐かしいな、この間ビジャレアルなんかやってましたけど、まあああいうところで活躍できるような名選手たちがキングスリーグにどんどん参戦してくるような未来も近いなと思いますよね。そうですよね。あとね、選手たちが終わった後のそのインタビューとかトークみたいなものも切り取って、要するにオンエアすることが地上波とか BS とか CS ではなかなかしづらいものっていうの、コンテンツがいくらでもできて、好きな時に好きな部分だけ見てよって形の切り売りができるじゃないですか。そうすると、選手たちのしっかりしたトークとか考え方とか、この試合に対する分析みたいなものっていうのを短い時間に凝集しなくても、そのままのもので見ることができるっていうのも、小沢さん、これいろんな見てる人のリテラシーとか興味であったりとか、あるいはこう、なんていうのかな、こう、好きの加減を上げることができるって言ったんで、効果的だと思いますよね。そうですね。だからその辺も含めて新たな時代の、まあ、マーケティングの手法も、まあ、ライブ配信中心にやっぱりやってますから、はい、それこそね、やっぱりそのオーナーをみんな、こう、やっぱりストリーマー、ライブ配信者にしたっていうところは、まあもちろんアグエルとかカシージャスはまた違いますけど、基本的にインフルエンサーたちをオーナーにしたっていうのは賢いと思いますよ。だってみんな、フォロワー持ってるんですもん。その中でもイバイなんかで言うと、ツイッターも自分のツイッチも1000万人以上それぞれフォロワーいますからね。全部足したら多分3000万人ぐらいいるんじゃないですかね。そう、世界中にいるって考えると、世界中の彼らフォロワー少なくともイバイのチームであったり、イバイの配信を毎日見てるわけなんで、そういう視聴習慣を考えたら、やっぱりそういうね、こう、YouTuber や TikToker やインフルエンサーと呼ばれる人たちをうまく活用するのもサッカー界もっと重要かなと思います。うん、この裾野化って強烈だと思うのは、みんなその YouTube も含めて TikTok なのかどこなのかって CM を流したくても流せない企業っていうものが今ちょっとダブついちゃってる状態が、ここだったら流す、投資する価値があるよっていうところを見せてしまうと、受け皿がみんなここに一本化するんじゃないかっていうのは興味と、これは儲かりますねっていう、なんか一緒にやりませんかって言いたくなるようないやらしさは自分の中にあるなと思います。いや、これはだから興味深い。ファイナル4優勝したザバリオなんて、アドリが即その優勝したユニフォームとかのデザ
インをして、うん、まあユニフォームはもうアディダスで一緒ですけど、うん、その自分の紹介ページがもう商品の販売ページになってて、もう T シャツとかスウェットとか、まあそのロゴが入った、まあ記念限定のアイテム商品をすぐ売り出してましたし、すぐ商品化できますよね。だからそういうことも含めてうまいなと思います。あのね、僕本当これ前小沢さんとも話したと思うんですけど、 J リーグが始まった時ってサッカーが好きなアーティストっていっぱいいて、音楽だったりあるいは衣装だったりこう何か小物のデザインだったり絵を描く人だったり、いろんな文化がたくさんあったのが、今どこでやっていいか受け入れてくれるか分かんないっていう状況になっちゃって静かになってると思うんですよ。ただこのそそのかしっていうのは、そういう人たちまた帰っておいで、僕のチームのイラスト描きませんか、僕のチームの選手たちの絵を描いて売りませんか、僕のチームの写真を撮って販売しませんかっていうのをピケだったら僕許しちゃうと思うんですよね、うん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 、この汎用性とこう自由なところっていうのがこのキングスの一番の特徴じゃないかと思っていて、これは面白いことみんなやろうよ、いいことしようぜっていうふうにこう囁いてるふうに聞こえるんですよね。だと思いますよ。だからピケもね、もうだって今すでにこれ始まったばっかりなのに、ピケ言ってましたけど、インタビューで、そうテニスのねネビスカップをこうリニューアルしてピケのねこうコスモスがやってましたけど、もうスポンサーで言うとネビスカップと同じぐらいの、あのスポンサーの金額集まりそうって言ってるんで、とんでもないですよね。ネビスカップ、テニスであれだけの規模でねこう代表戦で国対抗でやってるような、まあマーケットと同じぐらいになりそうって、もうスポンサーだけでそれぐらい手上がってるって言ってるんで、ちょっと信じられないぐらいの今額になってると思いますよ。まあでもね、その先にピケが考えているものは何なのかっていうのは、こう刺激っていうのはこうやっぱり一旦与えるとそれに慣れてきてしまうものだから、これがいつまで続くかっていうのは僕は分からないですけども、それにしてももう一回この文化の掘り起こしとか競技の見直しっていう点をこう訴える点っていうのはいい機会だと思っていて、このキングスリーグぜひまあここから女性が入ってくるとまたさらに僕大きな広がりで、これは FIFA も UEFA も絶対興味あるんですよ。今女子が拡大しているから、そこの部分のルールの改正であったり、あるいはこう賞金の改正であったりとか、いろんなことが多分これからの会議でたくさんの時間を占める時代になってくると思うので、キングスリーグの女性版のクイーンズリーグがどうなるのかっていうのは、小沢さん、これは競技のルールも多分また変わってくると思うんで、興味深いですよね。興味深いですし、どんなことやってんのかな、くれんのかなっていうのは楽しみですし、まあ、間違いなくここはまたキングクイーンズリーグ絶対成功すると思ってますけど、うまくね、こうキングスリーグとはまた違う形で人々のアテンションを引くと思いますから、本当にそういう仕掛けがうまいんで、やっぱりね、こう注目してみなければいけないし、言ったらこれドラフトなんかも非常に面白くて、まあピケがもう統括していて、アメリカンフットボール、まあアメリカのスポーツね、ビジネス方式にしてるので、そうですね。これね、ファイナル4終わって、今回ザ・バリオが勝ちましたけど、言ったらドラフトで、こう面白いんですけど、ドラフトのやり方も、まあ本当、まあお金はどのチームも大してないんで、予算がないんで、一応、各チーム、まあ、全12チーム同じこう予算と同じバイアウト契約解除金の額があるんですね。1億ユーロドラフトで使えて、各自分のチームの選手に3億ユーロまでの上限でバイアウトつけれる。その中で引き抜き合いをしたり取り合いをするということで、バリオの主力選手なんかめちゃめちゃごっそり持ってかれちゃったりして、で、そこを臨場感たっぷりに、本当に会長のアドリが怒っちゃって、その会場から本当に車で帰っちゃうみたいな、いないいない、トイレにもいないみたいなことをさ、みんなで探しに行くみたいな、茶番なんですけど、それがまた面白いんで、プロレスです。プロレス。ものすごく数字も跳ね上がって動画も拡散するみたいなことになってますから、まあこれは、ね、今もうサッカー界はなかなかそうやって NBA 方式のドラフトにはできないと思いますけど、なんかそういうドラフトによって、まあ、その冬のマーケット、シーズンオフもめちゃめちゃ盛り上がって、毎日これライブ配信してるんで、これはすごいなと思って見てます。あとね、こうやっぱこう日本版やるんだったら、若い世代の中から、かつての、ワールドプロレスリングの古舘伊知郎さんのような名実況、名調子が出てきて、ぜひこう戦いのワンダーランドをここで展開してくれたら、これめちゃくちゃこう自分個人的に見たいなっていう見たいですよね、はい、間違いなく日本でも
確実に流行りそうなフォーマットだなと思うので、真似た形でのリーグがね、キングスリーグ日本版ができてほしいなと思います。確かにね、誰かいないかな、こうピケみたいなね、存在の人って日本でそこ探すの。競技だけで見ても、やっぱりスペインは本当に7人制、さっき言ったように育成年代も大人もやってるんで、はい、非常に戦術的には面白いんですよ。うん、競技レベルと、そのラリーガとかね、こうトップレベルのプロの比べるとスピードもテクニックも全然劣るんですけど、戦術的には7人でどうはめるかとか、基本的にはまあハイプレスそんなにできないんで、セットしてのカウンターの打ち合いになるんですけど、じゃあね、こう3ライン作るのか2ライン作るのかみたいなところの戦術的な駆け引きなんかは非常に多彩なので、そこはスペインらしいなと思いますよ。あ、なるほどね。そっか、そこの部分のちゃんとした部分もありつつ、それが突然大どんでん返し、そういう言葉はないんだけど、どんでん返しで2対2になってしまったりとか、インチキカードが出てきてしまって、で全部ぶち壊してしまうっていう。で、ね、その時に、やっぱりベンチに集まって言ってる時に、集音マイクが、はい、まあ、ね、NBA とかそうですけど、まあ、エンジン組んでる真ん中に入って、監督が何指示してて、選手が何やってるかみたいなところも全部、配信していくみたいな。だからもう包み隠さずに全部、見せ物として、ショーとして見せましょうっていうスタンスは素晴らしいなと思います。なるほどね。うん、というですね、どうですか皆さん、キングスリーグ競技あって、ぜひ、僕たちが一番言いたいのは、これ、日本で誰かありませんかっていうこと、と僕と小沢さんそそのかしたいっていう気持ちがすごくあったりするわけなんですけども、まあこういうね、文化みたいなものはこう、でも必須ですよね。小沢さんもこのね、メタバースとかこうネットの時代になってきたら、こういうのも出てこなきゃ、もう残念だけど、僕テレビの人間だけど、テレビ局の時代じゃないんじゃないかって。そうですね、テレビが大掛かりに何か仕掛けてっていうところもなかなか難しくて、リスクある時代ですから、もう本当にね、こう SNS から SNS 発信で、で日々のライブ配信ベースでやってったら、非常に普及はもう素早くガガっていくんじゃないかなと思いますけどね。はい、今日はラリーガを脅かす存在でしょうねみたいなキングスリーグ特集をお送りいたしました。今回もご視聴いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録評価もお願いいたします。感想コメントもお待ちしています。コメンタリスト、いろいろ教えてくださったのは小沢一郎さんでした。小沢さん、どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。ノスベモス、チャオ。